にちは。今回は海にも山にも近い茨城県日立市にあるかみね公園に来ています。あずさちゃんは来たことある？私は初めて。いろいろなレジャー施設があって楽しめるんだってね。楽しみ。では行ってきます。日立市かみね公園は丘の地形を生かした総合公園で、花や緑が豊富な憩いの場としての公園施設のほか、動物園、遊園地など多種多様な施設があり、子どもから大人まで楽しむことができます。そんなかみね公園を満喫しようと、今回は友人と一緒にやってきました。あ、動物園見えてきたよ。本当だ。動物園久しぶり、行ってみよう。うん、楽しみ。楽しみだね。まずやってきたのは、公園入り口から少し歩くと正面に見えるかみね動物園です。早速園内に入ると目に飛び込んできたのはあ、ゾウだ。大きい。すごい。すごい。こっちは。かわいい。こんにちは。こんにちは。入ってすぐ象がいになって珍しいですよね。そうですね。かみね動物園では昭和33年からこちらでね、アジアゾウの方飼育しています。皆さんにもとても人気のある動物です。名前はね、ミネコとスズコと言いまして、両方メス。うちの看板娘ですね。これからね、ゾウの餌やり体験ができるんですけれども、やってみましょうか。やりたいです。はい、じゃあこちらの方へお越しください。どうぞ。はい。ということで、ゾウの餌やり体験をさせていただきました。上手に渡してあげてください。はい。わかるんだ。毎日ゾウの餌やり体験が実施されています。ゾウの鼻に触れることができますよ。ゾウを見た後は子ども動物園へ。こちらには小さな爪を持ち活発に動き回るカワウソや、ネズミの仲間で最大の動物カピバラなど、小型の可愛い動物と会うことができます。続いて、ウサギやモルモットなどと触れ合うことができる触れ合い広場へ。はい、じゃあ噛まないわけではないです。お口の前気をつけながらね。あ、高い。かわいい。はい、こんなウサギさんもいます。はい、とても大きなウサギさんですね。こちらはウサギの仲間、フレミッシュジャイアント。大きいものでは10キログラムを超えるものも珍しくないそうです。広場内には他にもロバ、ミゼットホース、シバヤギがいて、とっても愛らしい顔を見せてくれます。またニシキヘビとも触れ合うことができるので、一緒に写真を撮影してはいかがでしょうか。小動物との触れ合いを楽しんだ後は、チンパンジー、こんにちは。おお、すごい。こちらは平成20年に完成したチンパンジーの森。知能が高く人間に一番近い動物として知られるチンパンジー。野生に近い行動が身近で観察できるように作られています。わ、結構低い。本当だ、低いね。すごい。お、あ、すごい。え、すごい。なんと透明なアクリルドームを通してチンパンジーの自然な生態をすぐ目の前で見ることができます。あ、チーズ。すごい。来た。すごい。近い。他にも屋内観覧室や雨の日でもチンパンジーに会える展示室があり、いろいろな角度からチンパンジーの行動を見ることができます。園内にはその他、日本の動物園でも年々数が減っているニシゴリラや、好奇心が旺盛で小さな体が愛らしいボリビアリスザルをはじめ多種の猿、長い首と足が特徴の動物園の人気者キリンに、かみね動物園のシンボルキャラクターかみねっちょのデザインにもなっていて、今は親子2頭で生活しているカバなど、およそ70種500点に会うことができます。お昼はチケット売り場2階のエレファントカフェにやってきました。こちらがエレファントカフェオリジナルのかみねバーガー。
茨城県産のレタスやレンコンにブランド牛常陸牛のパティとチーズ、ベーコンをサンドしたボリュームたっぷり絶品のバーガーです。美味しそうだね。美味しそう。いただきます。いただきます。常陸牛とってもジューシーで美味しいね。うん、レンコンの食感もいいアクセントになってるよね。ね、うん、うんうん。またカフェのオープンテラスからは象舎や太平洋までを眼下に眺望できます。カミネバーガーをお目当てに訪れるお客さんもいるほどの人気。ぜひ食べてみてください。動物園の隣には遊園地があり、メリーゴーランドやブルートレインなど小さなお子様でも楽しめる乗り物がたくさんあります。広い公園内には土日祝日のみ動物園とレジャーランド北駐車場を結ぶ無料周回バスが運行していますので、利用するととっても便利です。私たちは今回景色をゆっくり楽しみながら歩いてレジャーランドまで向かいました。四季折々美しい姿を見せる公園内を散策しながらレジャーランドへ向かうと、途中頂上展望台があります。こちらからの眺めもまた絶景です。あ、レジャーランドかな。本当だ、ジェットコースターあるね。おお。動物園から歩くことおよそ10分、大型機種が揃ったレジャーランドへ到着です。何乗ろっか。こういうとこに来たらやっぱりジェットコースターでしょ。あ、いいね、行こう。早速園内入ってすぐのドリームコースターへ。行ってきます。行ってきます。レジャーランドのドリームコースターは高低差のある自然の地形を生かしたのが特徴で、最初から最後まで爽快感が得られ絶景を楽しむことができる魅力的なコースターです。また小さなお子様でも乗れるドラゴンコースター、人気のゴーカート、太平洋の大海原から阿武隈山系の山並みまで360度を見渡すことができる大観覧車など、19の本格的な施設があります。公園内にはその他にも日本の歌謡界を代表する作曲家であり国民栄誉賞を受賞した日立市出身の吉田忠を顕彰する施設である吉田忠音楽記念館や、国の重要有形民族文化財と重要無形民族文化財に指定されており、平成21年にはユネスコ無形文化遺産になった日立風流物をはじめ、日立地方の歴史や産業を知ることができる日立市郷土博物館などがあります。今日はどうだった？うん、普段触れ合うことのできない動物たちとも会えたし楽しかったね。本当だね。美味しい食べ物もあって景色も最高だし、大人から子供まで楽しめる施設がたくさんあるので、ぜひ皆さんも来てください。電車でお越しの方は JR 常磐線日立駅から日立電鉄バス中央駅、小木津駅、高萩駅方面行きでおよそ10分、お車でお越しの方は常磐自動車道日立中央インターチェンジから国道6号に出ておよそ5分です。